月中旬開幕予定の新規イベントについてのタイトルを発表します。わー、みんなツイッターで言うんだ。今から勝手なラジオ局で今から発表だからって、他はまだ見てない聞いてない人たちのために言うんだ。いいか、行っちゃうぞ。行くぞ。こちらなんと映像が届いているようですので、まず商人未来かない、ぶっちぎり卑弥呼茶屋、卑弥呼茶屋、獣の剣、え、黒だけ、待って、あまり普段もう言わないようになるべくしてるんだけど、はい、でもほら分からない、ダメ、期待しちゃいけないよ、分からない、ダメよルミ、ダメダメです、でもすごい、いやー、新作が来るんですか、また来るかー、やったねー、これはどうしよう、はー、嬉しい、いやー、嬉しい、でびっくりしたー、でかい葉っぱ、なんか来た、はい、なんすか、詳細ですか、はい、これ、はい、あということで、最後にお知らせがありましたが、はい、9月14日19時からYouTube ライブ、ニコニコ生放送、Twitter ライブにて、フェイトグランドオーダー、カルデア放送局ライト版、グダグダ、新山大国の配信を予定しています。出演は、川澄彩子さんと、FGO 開発宣伝スタッフとなります。はい。そして、このイベントのタイトルも改めて発表したいと思います。こちらです。期間限定イベント、ぶっちぎり茶の湯バトル、ぐだぐだ新山大国、地獄から帰ってきた男となります。ああ苦しい、え、なになに、ほひー、泣けてきた、どうしよう、え、なに、もう一回見せてくれませんか、もう一回ロゴ、もう一回なの、この字から読み取れる情報を探せ、背景からも探せ、あ、まだ探せ、あ、探せじゃない、違う、なんでだよ、来た、バトル、茶の湯バトル、じゃあこの、卑弥呼茶屋も、やっぱじゃあもう卑弥呼は出てくる、卑弥呼ちゃん出てくる、地獄から帰ってきた男、どういう、地獄から、誰なの、さまよえる魂ってこういうことですか、ねえ、地獄から、ねえ、未来かない、どういうこと、獣の剣？え？滅びの巫女ってどういうことよ？滅び、確かに！え、見ると巫女って言ったらね、もう、ねえ、じゃないですか。もう。あれ？でも、あれ？何よ？これだけの情報をさらして、え、もうこれじゃないんだけど、巫女ってことなの？なんとまあ、じらされて。いやー。そっか、ということで、こちらのイベント参加条件は、はい、第2部、第4章。ロストベルトナンバー4、創世滅亡輪廻、湯学シエトラ、黒き最後の神のクリアとなります。第2部第4章のクリアを応援する ロードトゥーセブン、ロストベルトナンバー4を開催中ですので、この機会にクリアして、イベントに参加する準備を整えましょう。ご覧いただいた映像や配信番組の情報、次回イベントでボーナスが得られるサーバントの情報などは、ラジオ終了後に公開される公式サイトに掲載されますので、ぜひそちらをご確認ください。まだね、今いるサーバントの中から、ってことだもんね。そういうことですよね。まあ、それから14日に。14日に、そうですね、これ絶対生放送も、ライト版見ないとですね。はい。楽しみにしております。ちょっともうそんなね、あれじゃないんですけど、ちょっとここで一曲お届けしてね、クールダウンしてもらいましょう。落ち着きます。鉄山本さんで、ご越同州
ここからは皆さんから届いた私たち宛てのメールをご紹介していきましょう。今日のテーマはフリーメールクエストです。クールダウンできましたか、はい、皆さん。もうね、でも思い出しちゃったんだ。はい、予備不十枚も溶かしちゃったこと。ナミさーん、なんてこと。10枚もあったのに。これ先に言ってよ。私、音が心なしかでかい。ちょっと傷がでかいですが、教えてってなって、教えて毎回そうなるんですよね。FGO ラジオやってると、教えてよってね。ねえ、まあでも楽しみが増えたということで、はい、みんなでワクワクしながら待ちましょう。はい、じゃあメールをねご紹介していきますよ。マスターネームですね。メールもお待ちしております。はい、ということで、はい、今日の生放送いかがでしたでしょうか。これが公式、もうね、公式番組にふさわしい大変祝助たる番組でございました。ですね、いつもこんな感じでやってるんですけれども、音がでかいね。何が聞こえない。ご機嫌斜めかな。よくなったら聞こえないよね。ちょっと、いやでもちょっとタイトルだけでもね、なんかもう正直それだけでも今下の中が、もう感想来てます。あ、エリーゼさんからです。ありがとうございます。ぶっちぎり茶の湯バトル、グダグダ新山大国、地獄から帰ってきた男。ぶっちぎり茶の湯バトルをして新山大国に行って地獄から帰ってきた男が出てきそうなタイトルですね。わー、そのまんな。いいぞいいぞ。まだ私たちと同じことをね、はい、言ってくれている。そうなんです、全ては14日にわかる。いやでもなんか、中途半端に出されるよりも、はい、これ全然わかんないけどタイトルだけ知ってるっていうこの今のなんだろう、遠足前のウキウキ気分じゃないけど今この瞬間多分一番幸せ。いや、何が来るんだろうみたいな。そう、ね、もうそれに加えてね、恐怖のグッズですからね。もう結構なんかあらあらあらみたいな、まあ、グダグダやばみたいな。プレイヤブルじゃないキャラクターもグッズ化されることは増えたけど、そうですね、ちょっとこれは一人ずつ出したってそれぞれ刺さるのに3人セットね、秋めぐるっておいしいセットどうみたいな。リョーマンさんはね、はい、あ、この後ね、最後にですね、いろいろ出ますからね、関連といいますか、うん、今日そのちょっと威力が上がるサーバーとか、ね、そういうことなのかな、ね、だからイベントサーバーですか。それによってね、急に放送してみたからね。そう、ちょっともう、まあ、すぐにこのね放送が終わったら、はい、ちょっと公式サイトの方をチェックしてみてください。はい、お願いします。そして地上波版今日マフのこのコーナーにぜひぜひメールお待ちしております。お願いします。それではまた次回お会いしましょう。ここまでのお相手は田中みな実と大久保留美でした。バイバーイ。